カンボジア人が失踪しました。ことの始まりは SBI ソーシャルレンディングという小口の貸し付けを行う投資なのですが、この赤い線で囲んであるこれです。ファンドの内容は、この図のようにカンボジア実習生が追っている借金を一括で返済し、毎月返済してもらうというものです。予定利回りは10%で、貸付期間は1年間。 担保はなないいののででかなりリスクの高い投資です私は1万円出資していました。まあ投資というよりは寄付に近い感じですが、それはカンボジアの歴史や現状をいろいろ聞いていて、かわいそうに思っていたからです。ところが本日、このような連絡がありました。12月分の支払いがなかったというのは、前のメールでも聞いていましたが、 今回のメールでは、そのカンボジア人が失踪したというのです。カンボジア人に対して悪いイメージがついてしまうのは、今後の支援活動に悪い影響が出ると思いますが、一応事実として報告させてもらいました。なお、たまたま一人のカンボジア人が逃げただけで、カンボジア人の本質は真面目であると信じたいです。終わります。